はい、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日は、リア充ホストの学生生活ということで、はい、インタビューさせていただきます。リア充、はい、はい、あ、何かご疑問が。いや、何でもないですけど。あ、本当ですか。はい、大丈夫です。じゃあまずは自己紹介をお願いします。クラブ絆のアキラです。よろしくお願いします。どうも恥ずかしいな。じゃあ、本当ですか。恥ずかしいですね。まあラフな感じでお願いします。こんな静かになってるの初めて見ました、本当に。誰があ、そうなんですね。じゃあまず早速ですが、始める前にちょっと一件気になったんですが、はい、結構充血されてますか。そうですね、もうやっぱ寝る時間がなさすぎて。ああ、はい、もう掛け持ちしてるんで。ああ、なるほどなるほど。目が本当に痛いですね。なるほど。ちなみにそれはあれですか、学校と絆さんで掛け持ちって感じですか。と、もう一つやってて。ああ、なるほど。学校絆で、あとバーみたいな、みたいなボーイズバーみたいなのをやってて、はい、でそのサイクルでやってるんで、寝る時間が取れないですね。なるほど。ちなみに今大学生ですか。はい、大学生です。なるほどなるほど。ちなみに、まあ、今ハードな日々を過ごしてることだったんですけど。そうですね、寝たいですね学校は今週何日ぐらいで。週に3から5なんですけど、はい、あのテストの有無によって変わるんで。なるほど。5の時だと本当にもうきついですね。学校絆バー、学校絆バーみたいな本当に寝る時間ないです。学校がなんか寝床みたいな感じなるほど。大丈夫ですか、勉強とか。きつくないですか。やばいですねやばいです、本当に。なるほどなるほど。ちなみに、まあ、今学生でホストさんやられてるわけなんですけども、はい、学生、なぜ学生でありながらホストになろうと。なんかそのずっとバーの方をやってて、はい、そのこの夕方から夜の時間をすごい有効活用したくて、はい、で、あの、まあ社長とすごい知り合いで、はい、すごいなんかやってみないのやってみないのって言われてたんですけど、はい、ちょっと自信なかったんで。なるほど。もう自分は牛丼屋さん、牛丼好きなんで、はい、牛丼屋さんでずっと働こうと思ってて。なるほど。それを社長に言ったら、なんか牛丼はお前さすがにやめろって言われてなるほど。で、なんか、まあ、牛丼屋さんよりか絶対いい思いさせてあげるから絆くればって言われて、あ、そんできたんですけど。なるほど。じゃあもう社長の一言でホストになろうと決めた感じ。よかったですね、牛丼屋さんにしなくて。あ、今もう結構よかったなって思ってる。よかったですね。なるほどなるほど。ちなみに今出勤、学校今、まあ、3から5日行ってるってことだったんですけど。そうですね。出勤は何日ぐらいですか。まちまちなんですけど、はい、やっぱり3から5ぐらいですかね。ああ、出勤も3から5ぐらい、はい、もうそれ以上だと本当にもう死んじゃうんでなるほどなるほど。あんま無理しないでできるんで。ああ、なるほど。結構じゃあ学校の都合とかも考慮してくれるんですね。そうですね、かなり優遇してもらったりとか、ある程度考慮してもらえるんで、はい、終電の時間だったりだとか、はい、出勤時間とか。あ、学生じゃなかったら結構考慮してもらえない部分があるんで、結構学生だからなんかそこが有利みたいな。ああ、なるほど。はい。あ、じゃあ結構遅めに出勤したりも OK って感じなんですね。そうですね、まあ無理ですからね、もう6時ちょいに終わって、はい、出勤とかだったら絶対遅くなっちゃいますからね。ああ、なるほど。まあやっぱり第一優先は学業って感じですね。なるほどなるほど。ちなみに実際にこう学生でありながらホストで働き始めてみて一番辛いことって何ですか。携帯を触る時間が増えたんで。はい。眠れないっすね、やっぱり。ああ、なるほど。眠れないっすね。枕元でも。そうですね、響いてますね、本当に。なるほどなるほど。ちなみに逆に、まあ、ホストやってて良かったなっていうのはありますか。なんかいろんな人と毎日毎日違う人と喋れたりするみたいな。なんか綺麗な人とか来るじゃないですか。はい。毎日毎日違った。はい。そういうドキドキワクワクみたいな。ああ、なるほど。ちょっと分かんないですけど、何言ってるか。なるほど。まあ、女性が結構いろんな方が来られるからって感じですか。そうですね。なるほどなるほど。ちなみにあれですか、まあ絆さんでお仕事始める前とか他にアルバイトの経験とかありますか。高校の時なんですけど、はい、あのファミリーマートとか、はい、マクドナルドとかで働いたことありますね。ああ、なるほどなるほど。どうですか、そういうアルバイトと比べてホストっていいですか。楽しいですね。あ、やっぱ違いますか。ファミリーマートとかマクドナルドは本当にめちゃくちゃつまんないですよ、本当に。ああ、やっぱホストに比べると。つまんないですね。やっぱりじゃあホストやって正解だったんですね。そうですね。あ
のマクドナルドはいるだけで肉臭くなるんでなるほど、女の子が自分から離れていくんですよね、自然となるほど、はい、それと比べたら今はもう、そうですね、なんか髪の毛も自由にできるし、はい、でも学生だったら結構髪の毛とかも自由にやりたいじゃないですか。確かにそうですね。だから服装もある程度は自由だし、はい、髪の毛も全然長さも染めても全然なんか全然問題何も言われないんで、はい、そこがいいかなって。なるほどなるほど。じゃあもうあんまりないとは思うんですけど、他のアルバイトと比べてきついことってじゃあないですか？その分やっぱりなんつ真剣っていうか、はい、なんていうんですかね、やっぱこうお客さんを呼ばなくちゃいけないことなんで、はい、すごい全然自分じゃなくちゃいけないことじゃないですか。誰かじゃいけない、代わりがいないじゃないですか、はい、だその分プレッシャーはある程度かかるんじゃないかな。なるほどなるほど、なるほどなるほど。まあでも楽しさに比べたらそんなプレッシャーは全然ちっちゃいと思うんですけど。なるほどなるほど。ちなみにあれですか、他にまあ学校でお友達たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、あんまいないですけどそうなんですね。まあそういう他のホストやってない学生の方たちと比べてどうですか、収入的にとか生活的にとか充実してますか？結構充実してる方だと思いますね。あ、身につけてるものとかは、はい、学生に比べたら、結構他の学生に比べたらですけど。なるほど、いいもん買えちゃってる感じですか？まあ他の学生に比べたらですけどはい、なるほど、はい、では最後の質問になります、はい、今、学生でまあホストやろうかどうか迷ってる方がいっぱいいらっしゃるんですけども、はい、そういう方にちょっと勇気を与えていただけないかなと。クラブ絆は、はい、まあ、学生でもかなり働きやすいんで、まあ、社長が一人一人なんか面談してすごい出勤時間だとか終電だとかすごい考慮してちゃんと一番その人に働きやすいような形で働かせてくれるんで、よかったら面接だけでも来てください。はい、ありがとうございました。